特殊慰安施設協会特殊慰安施設協会は第二次世界大戦後連合国軍占領下の日本政府によって作られた慰安所である連合国軍兵士による強姦や性暴力を防ぐために設置された日本政府は最大で5万5千人の売春婦を募集し短期間の間設置した英語ではと言い,いラーの当時語で知られた直訳は余暇」よか。 娯楽協会であり、日本語の名称との間で意味が大きく異なる。日本を占領下に置く連合国のうちの一国であるアメリカ軍は交渉制度を認めずや安しを置かないことが判明しており、またイギリス軍やオーストラリア軍をはじめとするイギリス連邦軍も大量の兵を占領任務に充てることから、これらの連合国軍兵士による日本の一般女性に 対する強姦事件が予測されたため、日本国政府は、日本女性の低層を守る犠牲として、愛国心のある女性、ニコラス・クリストフによるを募集し、連合軍向けの慰安所を設立。総計5万5千人、あるいは5万3千人ともが集まった。その後1946年に、ポツダム命令による交渉制度廃止の方針と、全アメリカ大統領、 当時フランクリン・ルーズベルト夫人、エレノア・ルーズベルトの反対、加えて、性病の蔓延を理由として、GHQ により特殊慰安施設は廃止された。特に性病に関しては、東京などを除けば、衛生管理が不徹底だったため、廃線の混乱と、相まって慰安婦の6割が、梅毒など、何らかの性病に罹患していた。ラーとは別に、連合国軍の女性兵士用の、 慰安婦も存在した。桃瀬隆史らによれば、昭和21年に名古屋に進駐した女性兵士用に採用された男性は、内臓、目、皮膚、血液、尿の検査を受け、松坂屋自宅の木造アパートに数名の男性と一人一室が与えられ、半年間特定の女性五条の専属になった。勤務は一日置き、食料は潤沢に与えられたが、体力的には、 過酷だったという。以下の3点が、設立背景とされる。上記に加えて、玉音放送以後の日本国内では、敵は上陸したら、女を片端から両辱するだろうという噂が広がっていた。警察の内部報告書は、略奪強姦などの人身不安の言動をなすものは、戦地入りの人が多いようだと述べている。 占領軍の生態策については内務省警保局が1945年8月15日の敗戦直後から検討した。8月17日に成立した東国内閣の国務大臣、この F みまろは警視総監、坂信也に日本の娘を守ってくれと請願したため、坂信也は一般婦女を守るための防波堤としての連合軍兵士専用の慰安所の説を企画した。 8月18日、内務省は、同省警保局長、橋本正美によって、外国軍駐屯地に、おる慰安施設について、外国軍駐屯地における慰安施設設置に関する、内務省警保局長通帳、及び外国駐屯軍慰安設備に関する整備要項を、各県に、行政通達し、警視庁は、下流会の団体と打ち合わせを行った。 連合国軍対策の一環として、同月26日に、外国軍駐屯地における慰安施設が設立された。戦後の新中軍の日本占領にあたり、日本の婦女子のミサが、新中軍兵士らによって汚される恐れがある。それならば、正の防波堤を作って、一般婦女子を守りたい、との思惑からである。すでに占領直後に、連合国軍、特に、 アメリカ軍がこの種のサービスを提供するよう命じたとも言われ、1945年8月22日付で発令された内務省警保局連合軍新中経緯に関する件という文書最後の項目に連合軍新中に伴い被宿舎輸送設備、自動車、トラック等慰安所等圧線を要求しると記されている。また、同日には、 連合軍の新聞記者からも日本にそういう施設があること思い大いに期待しているとの情報が伝えられていた。また左官級の兵士が東京丸の内警察署に来て女を世話しろということもあった。同月26日には特殊慰安施設協会が設立された。資本金は1億円で、そのうちの5500万円は大倉省の保証により、 日本官僚銀行が融資している。池田隼人は資金の調達に関して特に大きく尽力した。建設に必要な資材や営業に必要な生活重機、衣服、布団、そして約1200万個のコンドームは東京都と警視庁が現物提供した。翌27日には大森海岸の料亭小町園を慰安所第1号に指定した。 神奈川方面に連合国軍基地が集中することを予測されていたため、京浜国道沿いの小町園が選ばれたのである。翌28日には、ラー幹部が皇居前で、宣誓式と万歳参照を行った。国営売春の短章である。同じ日に連合国軍の先見部隊が厚みに到着し、小町園で成功した。翌日以降も早朝から多くのアメリカ兵が詰めかけた。 1945年8月27日に大森海岸の領邸、小町園を慰安所第1号に指定したのを皮切りに慰安部、特殊施設部、キャバレー部などが開設されていった。東京都内では抽選3ヶ月以内に25箇所の慰安所が開設されている。ラーの施設は東京、横浜をはじめ江ノ島、熱海、箱根などの保養地、大阪、 愛知県、広島県、静岡県、兵庫県、山形県、秋田県、岩手県など、日本各地に設置されていった。設置年月は不明だが、ラーの本部事務所は、東京都京橋区銀座7-1、現在の中央区銀座南部の東京歌舞伎座に置かれた。世間体をはばかって、日本野球連盟に事務所を借り消させ、ラーは全額家賃を負担して、 その一室を使用していた。この差配は、佐藤仁我が川島正二郎を仲介者に、日本野球連盟会長の鈴木隆二と接触して、決めたとされる。東京には高級商工用慰安所としては、1945年10月20日に、墨田区向島に、迎賓館大倉が、同11月に、世田谷区若林に、ラークラブの2カ所が設置された。 1946年8月、占領軍により接収。一般兵士用慰安所としては、東京都品川区大森海岸に、小町園、楽楽、三原市、並三川、八の木、河月、柳、乙女、乙女新学、日の出などの活歩旅館が、多摩地区では、福佐営業所、福佐町、調布園、調布町、西玉郡田村には、楽楽、ハウス、 キャバレーも兼ねるなどが、立川市には、キャバレー富士、三鷹町には、ニューキャッスル、キャバレーも兼ねるなどが、慰安所として設置された。慰安所の他に、ラーでは、キャバレーや、ビリアホールも設置され、そこで、日本人女性と出会うような仕組みとなっていた。銀座のキャバレーとしては、線引きや、オアシスオブ、銀座、小引町の歌舞伎座別館には、クラブエデンが開設され、他、 銀座のビアホールとしては、エビスビアホールなどが開設され、このほか港区高縄のパラマウント、赤羽の赤羽会館、赤羽キャバレーなどが、ラー関連施設として開設された。なお、これらのラー施設のほか、下流街など、民間の風俗施設も交流し、例えば、東京中野区の荒井町の下流街は、占領軍一であった。また、旧軍は年月に、 東京都の委託で立川に特殊婦人保護施設申請料、同年6月に大阪府の委託で西成ともみつ料を開設している。熱海では商工用慰安所として熱海観光号、当初は風紀層が開設され、初代所長はラージョーム理事を務めた佐藤神子であった。一般慰安所としては玉野井別館が開設された。 この旅館には1946年2月に、作家の高健淳が、久米正を中山義秀と宿泊しようとした際、ラー旅館に、日本人は宿泊できないために、日系二世を名乗って宿泊している。他にキャバレーニューはがあり、ここは地元で、大湯ダンスホールとも呼ばれ、日本人も利用できた。富士屋本館もラー関連施設であった。米第八軍に接収された。 熱海ホテルには A スペシャルサービスホテルと掲げられていた。箱根では常磐ホテルが特殊慰安所であった。富士屋ホテル、甲羅ホテルでも米第8軍のスペシャルサービス班が関与していた。大阪では右翼団体の国水同盟、総裁、笹川良一。戦前の国水大衆党をルーツに持つが、 連合軍慰安所アメリカンクラブを1945年9月18日に開業した。名古屋では国際高級協楽名古屋クラブが開設され、募集には680名の女性が殺到した。他に生活の術のない戦争未亡人や子女が多かった時代背景もあり、東京都内だけで約1600人、全国で4000人の慰安婦が働いており、 ラー全体では5万3千人の女性が働いていたと見られる。ヤンフは1日あたり30人から50人の客を取っていた。収入に関してはドル高もあり見入りはよく、大森海岸の小町園のヤン所では当時の金額で月収が5万円に上る売春婦も見られた。1945年12月時点で在日連合軍は43万287人駐屯していた。 ラーの基本的な発想は、戦時中の慰安所施設だが、戦時中の慰安婦と違う点は、仲介業者を通さずに、広告に応じてきた、一般女性たちを使ったことである。当初は、水商売の者を雇う予定であったが、思うように人数が集まらなかった。戦時中に、青千売春で検挙した者へ、慰安婦になるよう警察が要請した例すらあった。戦時中にあった。 女子青年団が終戦後、半ば強制的に集められたケースもあるとされる。新日本女性求む、宿舎、衣服、食料すべて支給などと書かれた広告版を銀座などに設置し、また新聞広告で一般女性を募った。1日あたり約300人が応募した。広岡慶一によれば、内容の詳細は広告に記載されておらず、 これを見てやってきた女性の多くは、水商売の経験のないもので、大半は、仕事の中身を聞いて去っていったとされる。毎日新聞1945年9月4日には、東京新聞同日にはといった広告があり、当時は、連日出されていた。なおら、施設に便乗して開業された、銀座メリーゴールドなどのような民間やん施設に、対して、警視庁は、 慰安婦の求人注意方の件という通達を出し、不正な紹介などの内容に指示している。占領軍は、ラーだけでは満足できずに、GHQ の軍医総監と、公衆衛生福祉局長、サムス大佐が9月28日に、東京都衛生局貿易課長よさの光に対して、都内で焼け残った花町5カ所と売春街17カ所に触れがら、 占領軍用の女性を世話してくれと要求した。また、与サ野光は、将校、白人兵士、黒人兵士用の仕分けの相談も応じた。GHQ は、都知事の責任において、新中軍の兵隊を性病にかからせてはいけないと、性病検診を命令し、与サ野はこれを受けて、東京都令第1号と警視庁令第1号で、性病予防規則を制定し、 1> 週一回の強制検診を実施した。とは、10月22日に、占領軍兵士を相手にする女性の正規の戦場と、定期的な検診の義務付けを盛り込んだ規則を、制定した。これが、戦後都政が発令した第一号の条例である。1946年3月26日には、連合国軍東京憲兵司令官官房、新中軍のインバイクツ立ち入り禁止に、 関する件、オフリミッツイが通達され、ラー施設は閉鎖された。ただし、1948年4月時点で、歌舞伎座の本部事務所は、まだ残っており、交渉施設としての協会組織から赤線経営者の組合組織に変更して存続したとするのが、妥当である。ラー閉鎖後、職を失った女性の中にはパンパンと呼ばれる外傷になったり、風俗外に移動した者がいた。 国を挙げて、売春を行う目的は、日本女性の純潔を守ることであった。実際、特殊慰安施設協会が廃止される前の、合姦事件と、婦女暴行の数は1日平均数は40件で、特殊慰安施設協会が廃止された後の、1946年前半の合姦事件と、婦女暴行の数は1日平均数で330件だった。 しかし、複数の文献で、日本女性の純血は守れなかった、とされている。新中軍は、横須賀や横浜をはじめ、民家に侵入し日本人女性を強姦する事件が、多発した。1945年9月2日、開業予定の小町へ慰安所には、同年8月28日、マシンガンで武装したアメリカ軍兵士たちが乗り見すべての、安婦たちを強姦した。 他にも、1945年9月5日に武装した、米兵が鳩の町に来ている。この時、売春婦たちが怯えたため、業者は売春婦たちにうんと言わせ、客を取らせた。この後、これに続くように新中軍の兵士は、吉原や新宿二丁目の遊郭へ行き始めた。横浜のある慰安所では、100名を超える武装した、アメリカ兵が開業前日の慰安所に乗り込み慰安婦14名を、 林間した。さらに翌日、抵抗した慰安婦を米兵が考察するという事件が起こり、開業二日目で閉鎖された。開業後の慰安所では、どの部屋からも男たちの笑い声と女性たちのすすり泣く、声が聞こえていた。精神を患う慰安婦、自殺する慰安婦も少なくなかった。9月1日には、野毛山公園で、日本女性が27人の米兵に、集団強姦された。 9月5日には神奈川県の女子高校が休校した。しかし、9月19日に GHQ がプレスコードを発令して、以後は連合軍を批判的に扱う気は新聞で報道されなくなった。武蔵野市では小学生が集団合姦され、大森では病院に2から300人の米兵が侵入し、妊婦や看護婦らが合姦された。 その後も1947年に283人、1948年に265人、1949年に312人の占領軍兵士による日本人女性の被害届が確認されているがこれらは氷山の一角であり、藤目幸は占領とは日本人女性に対する米軍の性的蹂躙の始まりでもあったと述べいる。 慰安所の解説後も数多く発生した新中軍の不法行為を特別高等警察は解散命令の出る1945年10月4日まで調査を続け、そして内務省警報局外事課より新中軍の不法行為として文書化された。この米軍にとって不明誉な文書は一旦没収されたが、1973年12月に日本へ返却、翌年1月より、 国立公文書館に所蔵されていた。日本共産党は米軍の不法行為を追求していたが特攻が作成したこの文書には触れていない。性病対策として1945年11月には京都で1946年1月28日には東京で仮込みと呼ばれる売春女性の検挙が太平洋陸軍憲兵隊司令部。 MP によって行われた。1946年11月15日には、池袋で MP と日本の警察により、通行人であった女性たちが無差別に逮捕され、吉原病院で、膣検査を強制された板橋事件が発生している。女性の中には、日本映画演劇労働組合員だった女性が、含まれており、同組合は抗議運動を展開し、新聞などでも報道され、 加藤静ら議員も GHQ に抗議の手紙を送るなどした。こうした抗議に対して MP 側は買った女たちをどんな風にしようとこっちの勝手だ。それに対してお前たちは抗議などできない日本の警察は現在全然無力である。これは自分たちの命令に絶対服従すべきであると発言したと言われる。なお CIE 民間情報教育局や ユナイテッドプレスなどは MP でなく日本の警察による仕業として人権侵害であると非難した。1948年9月20日には中野区で買い物をしていた女性が MP に連行されかけた。この件で抗議を受けた警視庁は連行したのは PM0720 部隊の MP で日本の警察は一切関与していないと答えている。 また当時 MP のジープに同乗し、MP ライダーと称されていた日本の警官の証言によれば、借り込みは MP 主導で行われていたという。香川とヨヒコは、婦人公論1947年8月号で闇の女に落ちる女性は多くの欠陥を持っているとし、パンパンについては、わざとあるに接近するような悪魔的なところがあり、一種の編性社会における、 精神分裂病患者であると指摘している。その後、朝鮮戦争では、韓国人女性が慰安婦として集められる、大韓民国軍慰安婦特殊慰安泰設置を参照とともに、日本人慰安婦も在日米軍基地周辺、そして朝鮮半島へ連れて行かれた。1951年9月8日に、連合国諸国とサンフランシスコ講和条約を締結し、 関係諸国との請求権問題を解決し、また同時に在日米軍の駐留が容認された。しかし、その後も在日米軍による犯罪は続き、1952年5月から1953年6月の警察資料でも、殺人8、過失致死435、強姦51、暴行704など、合計4476件の犯罪が、 報告されており、1954年2月には、宇治市大久保小学校の4年生の女子児童が、合姦された後に、陰部から校門まで刃物で引き裂かれる事件が発生し、他にも4歳の幼児が合姦され、既得状態になった事件や、突然狙撃されて死亡した事件などが多発した。1952年の奈良のヤン施設、RR センターでは2500名のヤン婦がいた。 日本の運動側には、修業不完があり、例えば YWCA の上村玉樹は、婦人公論、1952年5月号で、アメリカの寛大な統治を喜び、感謝しておりとする一方で、イアンたち、癒やしい業を辞めさせよう要求したり、パンパンを、大方は、積極的に外人を追いかけて歩き、ダニのように食いついて離れぬ種類の婦人と述べたり、あんなに悪性のパンパンに対しては、 白人の方だって、あのくらいの乱暴は働きたくなりますさ、などと語るなど、売春問題を買う男ではなく売る女性の方を問題としていた。占領軍兵士と日本人女性との間の混結児を GI ベビーといい、1953年の厚生省調査によると国内で4972人が確認された。 パールバック財団の調査によると少なくとも2から3万人に上るとも言われ、他にも沢田美希のように20万人とする説もある。1995年8月18日21時から富士テレビの金曜エンタテイメント枠にて戦後50年特別企画女たちの戦争を忘れられた戦後史進駐軍慰安命令として放映された。要所の多くは 戦時中の慰安婦に関するものの中で言及。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。